有天教法3年7月15日とは、浄土宗大元山造上寺三十六世保守で、江戸時代を代表する呪術師。字は愚心。号は、名連者兼誉れ。密教像でなかったにもかかわらず、強力な怨霊に襲われていた者たちを救済。その怨霊までも、念仏の力で成仏させたという伝説がある。 勇天の除霊伝説は存命中に書かれた資料下脱物語聞き書きなど大衆向けに書かれた出版物によって広まった。その後、当時盛んだった説教説や18世紀半ばになって書かれた勇天大僧上五殿記などの電記の中で勇天の除霊団は地蔵菩薩の化身として語られ、後々まで庶民の間で信じられてきた。勇天は 道の区国岩木軍、新妻村に生まれ、12歳で、増上寺の断通商人に、弟子入りしたが、暗愚のため教文が覚えられず破門され、それを恥じて、成田山新商寺に参同。不動村から剣を喉に差し込まれる夢を見て知恵を、授かり、囲碁力量を発揮。五代将軍、徳川綱吉、その聖母継承院、徳川家信の記憶を受け、爆名により、 下佐国大はあれ寺、同国後継寺、江戸伝通院の十字を歴任し、聖徳元年増上寺三十六世保守となり、大僧正に任じられた。晩年は、アザブリュード町の地に草案を結んで隠居し、教法三年十二歳で入尺するまで多くの霊言を残した。死後に、目黒の吉久院に埋葬された。明王七年の大地震によって道具が損壊して、 イライロ座となり、後輩が進んでいた鎌倉大仏を、浅草の商人、野島新左衛門の記者を得て、洋国と共に復興を図る。そして鎌倉大仏のいかけ修復に着手し、成城戦時公徳院と称する念仏先週の寺院を再興し、当時、浄土州、関東十八段林の筆頭であった、光明寺の奥の院に位置づけた。天の期間で名高いのは、 下兎国井沼の後継時にいた時、ハブ村の霊という女の怨霊を成仏させた、重ねが淵の説は、資料下脱物語聞き書きである。この説はおもとに多くの作品が創作されており、極低馬琴の特本、新類下脱物語や、三遊亭延長の怪談、神経重ねが淵などが有名である。以上の三作品は、優天を主人公とした。 電気時代小説の三部作を構成している。ありがとうございます。